この番組は FC 琉球の選手たちが仲間と本音で語り合ったり、友達になりたい人と会って仲間を増やしていくトークバラエティです。選手もチームも関係者も番組スタッフもみんなが進化して進化の輪を世界中に広げていきましょう。進化 TV。 前回は上原真希人選手と日向コーチの対談をお送りしました。真希人選手のプライベートから2人の夢までいろんな話が聞きました。今回のゲストは上原慎也選手。慎也選手が紹介してくれる進化は彼の人生を変えた人。それは一体誰なのでしょうか。それでは今週も進化 TV 行ってみよう。あ、こんにちは。進化 TV です。よろしくお願いします。今回上原選手が、はい、ちょっと前回の放送見ていただけました？あ、1回目の放送は見たんですけど、ちょっと牧人の会はまだ見てないんですよね。まだ見てないですね。はい、この番組の趣旨とかは、はい、趣旨は分かります。はい、どういう感じでっていうのは1回目の放送で沖縄県出身5人で出させてもらった時に聞いたんで、牧人の会はちょっと後々見たいと思います。ここで上原選手について知ろう。上原慎也選手、沖縄県西原町出身。フォワードからディフェンスまで幅広くこなし、攻守ともに FC 琉球の要となっている。186センチの長身を生かした空中戦は高い攻撃力を持ち、チームの勝利へ貢献している。上原選手が、はい、電話でつながっていただくのは誰でしょうか？はい、村田達也さんです。村田さん、はい、まだ何も伝えてない状態ですね。はい、そうですね。はい、じゃあ早速電話かけていただいて、電話して、はい、ちょっと聞いて、聞いてみましょう。よろしくお願いします。はい、もしもし。あ、もしもし。どうも、お久しぶりです。元気か？村さん元気ですか？僕は元気ですよ。村さん、ちょっと急なんですけど、今 FC 琉球で進化 TV という番組が今やってるんですよ。ゆかりのある人というか、まあ、紹介したい人っていうのがあって、で、僕は村田さんにちょっとスポットを当ててみようかなと思ったんですけど、ちなみに沖縄に来てほしいんですけど。あの、行きたいよ。行きたいわ。え、来てくれますか？そうですよね。村さん、ズームでも参加 OK ですか？いやどうしようかな。いや、そこは、はいと言ってください、すぐ。じゃあ、ちょっとだけだ。ちょっと、あれ、調整してもらって、また連絡行くと思うんで、その時は、よろしくお願いします。検討でいい？はい、まあ、検討中で、ちょっと伝えときます。じゃあ、また後で、連絡行くと思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい。はい、失礼します。はい。オッケーだったですね。オッケーでした。村田さんって何の方なんですか？村田さんはあの北海道コンサドーレ札幌の僕の、はい、恩師というかスカウトをしてくれた方で、まあ、僕がサッカー選手になるきっかけを作ってくれた方ですね。じゃあ、どこでちょっと会話するかを決めたいんですけど、はい、選手が結構お世話になってるムーンテラスカフェさんでできるかどうか聞いてもらって、そこでやれたらいいなと思います。いたしました。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ここで思わぬ人に遭遇。こんにちは。上原選手、僕の同級生の大輔くんです。あ、そうなんですね。はい、中学校と高校一緒にサッカーしてました。芝の管理をしていただいている。いつも助かってますよ。ありがとう。上原選手、子供の時からすごかったですか？すごかったですね。嘘つけ。何でも一番だったんで。こっちの方がすごかったですよ、本当に。選抜とかの選考会一番ですぐ上原さんが嘘つけ入ってきたんで、自分なんかもそんなこと言ってない。全然こいつが活躍しないと勝てなかったんで。全然本当そんなことないんですよ。頑張ってほしいですね。頑張ります。西原のために、沖縄のために。同じ西原町出身なんで。頑張って、ありがとう。CM の後、ご対面。進化 TV 対談当日。こんにちは。進化 TV です。よろしくお願いします。先生さん、ありがとうございました。はい、今日は村田さんと、はい、Zoom の決まりました。対談ということで。対談決まりました。場所は、場所は西原町にあるムーンテラスカフェさんで、今日は よく来る感じなんですか？はい、こちらの上がり先の公園で練習もしたりするんで。もう練習場がすぐ近くなんですね。はい、その後にご飯食べに来たりとか、お世話になってます。
早速じゃあ、はい、行きましょうか。上原選手が対談の場所に選んだのはムーンテラスカフェさん。落ち着いた店内と開放的なテラス席でカフェメニューを中心としたカジュアルな洋食を味わいながらゆったりとくつろぐことができます。それでは早速店内へ。早速もう入り口に飾ってもらってます。はい、準備に終わります。じゃあ今日は休みだったんですけど急遽開けてもらって。今日お休みなんですか。はい、近藤さんです。ありがとうございます。はい、結構 FC の選手いっぱい来る。めっちゃ食べますありがたいですね。ドリンクだけいただきます。はい、お願いします。こんにちは。新田 TV です。あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。村田達也コーチ、東京都出身の元 J リーガー。過去にコンサドーレ札幌で強化スカウト担当をしており、上原選手をプロとしてスカウト。国内外あらゆるクラブでのコーチ経験を持ち、現在はブリオベッカ浦安でコーチをしている。はい、村田さんと本当に久しぶりなので、近況だったり、まあ、札幌時代の僕のこととかいろいろ聞いていきたいなと思います。まあ、深夜はいつも笑ってるようなすごくいい笑顔を持ってる子なので、なんかそことやっぱこのピッチ上でのその厳しさがちょっと物足りないところはありましたけど、まあ、でも本当残り10分15分でパッて出た時に点を取っちゃうっていうところは1年目からあったので、やっぱそのポテンシャルはやっぱりものすごい高いものがあったと思います。結構緊張するとかはないですか。全くしないですね、緊張は。はい、なので結構フランクに喋ってくれると思います。怖いとかね、コーチが。コーチの時は、まあ、選手とコーチの関係があったのでそんなにフランクには喋れなかったですけど、まあ、相談とかもよくしましたし、まあ、今では本当にいい相談相手ですし、本当にいい関係だと思います。はい、いよいよ村田さんとの対面が迫ってきました。東京と沖縄、離れた場所で画面越しでの対面。座っていただきますか。果たしてお二人の反応は。これ違う人だとどうすんだ。久しぶりじゃんかい。久しぶりですね。元気か。元気そうで何よりだよ。元気ですよ。村田さんの顔久しぶりに見ました。久しぶり。そうだよね、俺は一方的にダゾーンで見てるから、あ、深夜変わんないなって思うけど、めちゃめちゃ久しぶりですね。画面越しの再会、ついつい溢れる笑顔からお二人の信頼関係が伺えますね。次週ついに対談。 FC 琉球では LINE 公式アカウントからホームゲームのお得な情報を配信しております。小学生以下のお子様を試合観戦に無料招待する夢パスも LINE 公式アカウントから受付中です。詳細は FC 琉球公式サイトをご確認ください。進化 TV。 2人は本当に進化なの？ FC 琉球進化ゲーム。まずお二人にはですね、ユーネットで今一番気になっている車を選んでいただきます。今私がこの手元にあるカードがあるんですが、このカードに質問が書かれているので、その質問に答えていって、その答えを参考に相手がどんな車を選んだのか当てていこうというゲームになっております。それではですね、先行後攻を決めていただきたいなと思います。じゃあ深夜先行でいいよ。後攻で。はい、じゃあ村田さんから先行で。ここで今からシャッフルをしていきます。じゃあ上から5番目。上から5番目です。ここね、決めてたの5番目。今日はそこでいい。その車を選んだ理由は。いろんなところに行きたいなっていうのが一番です。あんま関係ないな、車と。トリプラって感じ。恩師の村田さんに何を話してるんですか、俺は。3つ目の質問、こちらです。メーカーは。トヨタさんです。1つ目のご飯屋さんは。ご飯屋さんは、ムーンテラスカフェさんです。最近した一番高い買い物は。まあでも車ですかね。お願いします。じゃあお願いします。
トヨタランドクルーザープラド。乗りたい乗りたい乗りたいというか違うか違うのかそっちかこれがあればどこでも行けるからどこでも行けるからこれは難しいなと思いました。だから発掘の場所とかあまり必要なかった。FC 琉球ガールズオーディション進化 TV のアシスタントも務める FC 琉球ガールズを選出するためのオーディションがライブ配信アプリミクチャにて開催中。投票は5月9日日曜日まで。詳しくは FC 琉球公式ホームページへ。今週の進化 TV いかがだったでしょうか。電話でのやり取りから対面まで2人の仲の良さが伺えましたね。選手とコーチの関係だった2人は今ではいい相談相手に。来週はそんな2人の対談、一体どんな話が飛び出すのか。進化 TV 来週もお楽しみに。